正面入り口北投げ温泉博物館は台湾台北市北投げ区中山路2号にある博物館。北投げ温泉博物館は日本統治時代の1913年6月17日約700坪の敷地に2階建てレンガ建築で建築された公共浴場を利用している。建築当時1階は大浴場、2階は木造の休憩エリアでありレストランや 娯楽室が設置されていた。1945年、国民政府が台湾に進駐すると、温泉浴場は接取され、1階に民衆服務者及び温水プールが設置されたが、間もなく使用停止となり、その後は荒れるがままに放置されていた。1994年、北投げ国省の教師と生徒が、この建造物を発見し、その歴史的価値を認め保存する運動が、 住民の間で発生し、1997年、台北政府は、その請願を受け入れ、公共浴場を文化財として保存することを決定した。1998年、台北市政府は、施設を修復してきた投げ温泉博物館として保存することを決定した。修復費用は1億1,181万円修復作業は2期に分けて実施された。 1> 第1期工事では総工費336万円をかけて崩壊の危険のあった建物の補強、温泉引き入れのための配管関連設備の修復が行われた。第2期工事では総費用は9、845万209元をかけて建物の修繕、再建、古い写真、高齢者の証言に基づく内装の復元が行われた。 ただし、西側入り口に設置されていた、ステンドグラスは修復以前に失われていたため、修復されていない。第2期工事に並行して隣接する、北投げ温泉浸水公園が整備された。博物館の開館を10月31日と設定していたため、第2期工事は特管工事となった。北投げ温泉博物館は現在台湾第3級戸籍に指定されている。 館内は1階と2階に展示エリアが設けられ、北投げ温泉の歴史をテーマに、温泉の原理、北投げ温泉郷の発展史、外立ち、格乱族の歴史、北投石発見の歴史やできるまでの生成過程などを展示している。現在、見学者の入場数が制限され、同時に100名を超える見学者が入場できないようになっている。館内以外にも、 周囲の庭園も整備され、現在では結婚写真を撮影するスポットとしても人気を博している。ありがとうございます。